か喋って。何か。もち。もっちもち。まいど。フジモンだよ。フジモンだよ。どのテンションすかそれ。天気悪いから。そうなん、気圧がさでしょ、うん、ギャグがさえへん、テンション下がる、ね、気圧とともに不条の頭痛がまた下がりですよ。頭痛にハバリね来るんですよ、頭痛がね。全然大丈夫ですけどね、多いっすよね、うん、いや、なんかニュースでちょっと気圧で頭痛がこう発生してると何ニュースっすか。いやほんまニュースでしょっと1000万人とか1000万人ってすごい。10人ちょっとに1人ぐらいの割合で、そんなすごい、なんか重力で、気圧でしょ、うん、はい、気圧。松は不純物いっぱい入っとったこれでも抵抗値見ようとか、抵抗感も数字で現れとるからさ、あれすごい、松だけ2点なんぼとか倍ぐらい当たすかどうか、牛0点なんぼやあれなんだろうね、不純物やって。不純物か、そうですか。 LGBT? LVG80 ね。これちょっとプロモーションしていいですか。はい、もう6年ぐらい前に僕はスノコさんに、うん、まあ、ちょっと手前味噌ですよ、手前味噌でも頼んで、新種味噌でも、まあ、頼んでちょっとこう今はね、まあ、まあ過去で言えばですよ、過去で言えば 34GTR のゲトラグからちょっと始まったんですけど、結局5速のところに6速入れる幅にね、うん、1個ずつギアがちっちゃなってきて、うん、今までのギアオイルが、まあ、ゲトラが合わへんかったりした時代があったんですよ、うん、でそれの時に困ったことがあったんで、やっぱり低粘度、それなんでかっていうと5速のところに6速入るってことは1個ちょっと細なるんですよね、部品がちっちゃなる、うん、まあ、意味合い的に それは普通に考えてそうやな、歯車は大なるからな。最近6速化だったりとか、ギアをちっちゃくしたりとか、設計自体のクリアランスが狭くなってきてるんで、うん、通常のギアオイルだと結構やっぱりそのシフトフィール悪かったりとかするんですよ。でちょっと、まあ、商品は LVG80 っていう名前なんですけど、今通常うちでいつも入れてもらっているのが7590なんですけど、これ7580なんですけど、あくまでも指数的にはね、うん、あくまでもね、なんとスコスコに入るっていうのを6年、おそらく6年かな、くらい前にやっとお願いして作って、もでちょっと2年前ぐらいにはちょっと売らしてもうとったんですけど、もろもろの諸事情で、うん、世界的な価格不足のせいで、ね、まあ優先度合いとしてまたレギュラー商品と出せなかった。もう一個のところまで行ったけど、もう一回テストマーケで一番下書いてある、テストマーケティング製品につき予告なく販売を終了する場合があります、はい、カタログウェブの掲載もありません、はいはい、で一旦どんな商品かというと、まあ要はちょっとシャバいけど極圧にしっかり耐えてくれるよという時に、だから LSD のまあ入ってない車の方が、まあ、FF に限りですけど、うん、まあまあうちの36あると、NA の36ミッション、まあ、ターボでもいいですけど、ターボでもいい、うん、いいけど、いやそれ例えばそのいい、ね、ノーマルでもいける、もちろんもう普通の人にお勧めしたい、逆にそのギア比どうのこうのとか、あ、全然関係なく、もう今の設計ここに書いとるでしょ、現在の最近のマニュアル車はいうことやな、ほにゃららちょっと最近のマニュアル車は構造やギアの進化によりエンジンオイル同様ギアオイルも低粘度化が進んでいますと、要はあの低粘度進んでいるから低抵抗なんですよ、ああ、そういうことね、そうだから、まあ、結果シフトフィーリングを良くしたい、そこフィーリング、うん、まあまあ例えば燃費とか吹き上がりとか、うん、まあまあいろんな部分でその全て抵抗ですよ、耐久性ってどういうこと、耐久性、うん、耐久性ってどういうこと、どういうこと、耐久性が欲しい、もっと耐久性が欲しいっていうのは、あ、その柔らかくてもしっかり
極圧に強い。極圧ってのはギアとギアはぶち当たりながら回ってるじゃないですか。あ、じゃあそんなにギアオイルの交換頻度っていうところにも影響する。いや、ライフが伸びるとかじゃなくて、結局その柔らかくすれば柔らかくするほどそれが要は潰されやすく通常はなってしまうんですけど、分子と分子が、うん、と手が離れやすくなるんですけど、うん、その手離れにくい鉄製みたいな。でこれが、これがまあちょっと新商品、こちらではうちではレギュラーで在庫してますよと、うん、まあテストマーケティング製品やからね、はい、なんならそれがまあちょ一応、うん、メカさんの購入希望か値段入ってもとで大変ですよ全然、うん、あの高いあの値段入って、ね、店頭参考販売額は1リッター店頭あたり、あこれあれやね、値段これ良くないなコピーでそうな店頭販売価格はリッター4620円、ちょっとこれではさすがにうちは売られへんから、一応ね希望小売販売価格は、うん、まあなんぼか分からへんけど、うん、3000円そこそこやと思うんですけど、まあアルトの場合 2.2 ぐらいが標準とされとんで、まあまあなんぼ1万円ぐらい、1万円もせへんぐらいで交換できるんで、ぜひ、うん、ともまたね、このか結構ねカーンと入るんで、カカンとシフトフィール気持ちよく乗ってもらえるかなと、うん、まあ AGS 車でも使えますし、そうなんや、はい、あの通常のマニュアル車、ぜひとも、まあ、急に始まったけど大丈夫、いやご来店の大丈夫、ご来店の場合は、はい、事前予約を、ね、最近、ね、不在がちなのでそれを知っとうじゃないですか、今日も問い合わせあって急に行っていいですかっていう、ちょっと俺は今日急に来たけどね、ノーアポで、ノーアポで来たけどね、まあ、フジモン車ね、ノーアポじゃない日もあるけどね、今日いますか、まあ、ついでがあったんでね、はい、ついてるの取り出したよね、はい、そうあるじゃないですかネタが、ネタネタへい、お待ち、違う、これじゃないもうほんと太郎俺が突っ込まへん、なんだどないなるかっていうのを、ね、視聴者の皆さんにこれ知ってます、ちょっとまあ、ちょっとまあそれ言い続けるんやろバレてます、これじゃん、うすだこれやらない、それじゃないね、うん、はい、はい、まあまあ新鮮なね、値段揃ってます、新鮮な、スノコさんの LVG80、まあまあオイルの方も、まあ、こういうのも出とんですけど、ちょっとうちで扱える車にはちょっとあんまり向いてないんで、 08、まあ、これは水平対向なんか、ああなるほど、スバルになんか、まあ、BRZ 結構好評らしいですよとかに、はい、いかがですか、そうらしいですよ、86とかに、これも同様です、テストマーケティング用なんで、はい、はい、まあ、そんなそんなこんなこんなそんながまあまあ弊社来られるとこういうのがね、はい、ありますんで、まあ、うん、まあまあもしちょっと気になったらこれまたね、プレゼントしますわ、気になった人はね、めっちゃこれもお前渡されたとか、まあ、全部配っとけと、ちょい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 ね、ちょいちょい商品買うてくれとスノコステッカー欲しい人おったら書いてくれとったら同封して送ってるんで、欲しい人書いてくれ、先着だからね、なくなったら終わりやから、いや先着はもうピンチの時はこれあるまだあるんかい、松の自作ね、そうなんですよてなことで、そうですそうです、はい、まあまあいろいろ一本取れたな、ありがたいな、でしょ、まあどっかで使って、はい、ちょっとね最近バタバタしてて動画がでしょないんですよ、いやあるっす、これなんですよ、それはじゃあ次回ここで今見切れとか、ここで見切れとかな、まあ、今日の晩飯はこれ皆さんのこのこういう差し入れでそう、暮らしとか、はい、食いつないでますこれだけで暮らしとか、これでもコーヒーもだし、はい、よろしくお願いします、はい、詳しくは概要欄で、はい、なあの言ってない、あれなんか YouTuber とか概要書いてほしい、なんとか欲しいもんリスト載せてますみたいな、押しとこうかな、欲しいもんリスト、俺もペイペイとか欲しいものリストとかなんかあるじゃないですか、物覚えしようかな、俺もう5時期でイケテラ YouTuber の時々欲しいもん、誰かわかります、イケテラに欲しいもんリストの人としておるんですよ、あ、そうなんですか、アルト系で言った人、うん、嫉妬しとでしょ、嫉妬っすか、はい、嫉妬っす、あ、俺知らんすか、本当っすか使うで、このままいいですよ、全然最近そういうのぶった切って言ってるんだよね、はい、そのまま、そのまま使ってますからね、やめてください
フジモンが乗せたらどうですかを俺は提案したんですよ。あ、その人欲しいものリストね。俺その人いや別に欲しいものリストはありやと思いますよ。やっぱり YouTuber っていう立場から現金と再生。いや現金とかじゃなくてペイペイとかね、ペイペイ送ってくださいっていう、そういう人もいるんですよ。あ、そうそう、ペイペイ送るって。ペイペイ送れるの知らんの？知らん。え、あ、何それ、どういうこと？そのペイペイのポイントを送れるってこと？ペイペイ 何千円分。すごい。僕、娘の誕生日にはペイペイ送ってますから。それたら何？小遣いせびられとったじゃないですか。そうそうそう。娘の誕生日にはペイペイ送ってますから。それはなんか、そういう意味では現金 で昔は図書カードとかね、学生のちっちゃい頃はね。でも図書カードも終わったんですよね、確か。図書カードとか送ってたんですけど。違いましたっけ、図書カード廃止だったでしょ。うん、知らないですけど。確かテレフォンカードがあるんや。テレカあるらしいですよ。俺まだ持っとっす。いや、うちも家で多分子供の時には。安室奈美恵のサニー・ルキノの。ルキノの時の。ルキノね。うん、持っとうで俺。上がれへんかな、上がれへんかな、思ってずっと見ようやけど、全く上がれへん。ルキノの、あ、テレカね。テレカ、テレカ。車は持っとんかなと思った。形は結構好きで、サニールキノ。アルサ、アルサが流行った時のね。そうそうそう。かっこいい。てなことで。てなあんまりで、はい、はい。サニーもよろしく。サニーはいいです。スノコさん試したい場合は、ラインナップまで。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい